協定世界時、協定世界時、協定世界時、アトックとは国際原子時に由来する原子時系の時刻で UT1 世界時に同調するべく調整された基準時刻を指す。協定世界時は国際土壌公局が国際地球回転、基準系事業の支援を受けて維持する時刻系で標準周波数と法事信号発射の基礎であり、 国際単位系病に基づく国際原子時と同札だが整数病だけ異なる。UT1 世界時と近似的に一致させるため病を挿入または除去するウルー病調整を行っている。UT1 とアトックの差は国際地球回転基準系事業のウェブサイトで確認できる。世界各地の標準時は協定世界時を基準としている。日本標準時は 協定世界時よりも9時間早く、プラス0900と表記する。協定世界時の略称はアトックである。協定世界時を当時後表記すると、英語はでカット、フランス語はでタック、イタリア語はでトクとなり、言語ごとの表記に差異が生ずるため、国際電気通信連合は略称を一つに定め、これはアトックでも世界時を意味して、既存の UT 例。 ut1 などにも整合する。略称から逆成した、など、非公式な表記も一部に参見する。協定世界時は、歴史的な理由から特定の分野で、同義語として扱われるいくつかの用語が存在する。gmt と z は、広報や通信の分野でアトックと同義語として認められる。四五線を一時間ごとの時刻差で、A G 一文字に対応させて、統計を、 整数、整形を数で表記すると、15イコール A、30イコール B、45イコール C、60イコール D、75イコール E、90イコール K、105イコール G、120イコール H、135イコール I、150イコール K、165イコール L、180イコール M、-15 イコール N、-30 イコール O、 マイナス四十五イコール P、マイナス六十イコール Q、マイナス七十五イコール R、マイナス九十イコール S、マイナス百五イコール T、マイナス百二十イコール U、マイナス百三十五イコール V、マイナス百五十イコール W、マイナス百六十五イコール X、マイナス百八十イコール Y、A イコール Z となる。 本書四五線を中心とする時間帯は Z で表され、通信で通話表の文字 Z に使用する語は、ズールであることから、アトックを、ジアと表すことがある。時刻の最大精度を整数秒で扱う場合は、GMT と世界字は、アトックの意味で使用され、GMT はアトック、または UT に置換して表す。国際原始時は、1970年に、 国際度量公委員会が定義した時刻系である。国際単位系における時間の単位である秒の定義に従い、いくつかの期間で運転されている原子時計の指示値に基づく国際法事局が定める基準となる時刻の座標と定義されている。1988年からは、それまでの国際法事局に代わり国際度量公局が1972年、 以降の協定世界時が国際原子時に完全同調するほど整数秒差を維持するように管理している。国際原子時の起点は世界時 UT2 の1958年1月1日0時0分0秒である。各国ごとの原始は時間に関する国立、研究所などが実施し、原子時計データを国際土量公局へ送信して、国際的な時刻メモリの算出参加している。 UT1 世界時は、各国天文台の地球時点観測データをもとに、国際地球回転、基準系事業が定め、地球の時点周期はおよそ10年周期の長短と、ミリ秒単位の不規則差で変動しているが、協定世界時は1972年以降、国際原子時と整数秒差を維持しつつ、UT1 世界時と近似的一致を保障するため、秒を挿入。 または除去するウルー病調整を導入し、偏差0.9秒以内に収めるべく、国際地球回転観測事業中央局が、デルタ UT1 の予測値に基づき定めている。2018年1月現在、協定世界時は、国際原始時から正確に37秒だけ、遅れている。1971年まで使われた、旧協定世界時は、 公認されたセシウム原子の振動数を落とし、周波数や秒間隔をフォーミュラ1そのオフセット値 50N10N は整数をで定め、歩どできるだけ変更せずに UT に世界時と近似的な一致を得るためを1年間固定していた。UT に世界時と0.1秒以上の差を生じた時は月の1日で時に0.1秒のステップ調整を実施し、オフセット及び 秒信号の修正量と時期は国際法事局が関係点問題と協議して定めていた。標準電波で発射される法事信号は半送波の位相に同期 CCIR 勧告460しており周波数は時間の逆数で表されるため周波数オフセットは時間を時刻に合わせる手段となることから周波数を基準値から故意に遷移させて積算した時刻信号のほどを UT2 世界時のほどに禁じさせた。UT2 世界時は、UT1 世界時の基地の季節変動を補正して、平滑化したものだが、地球時点の角速度は規則に変動し、ほどを1年間一定にする、急協定世界時との差をつき始めに0.1秒単位で、ステップ調整した。急協定世界時は、標準電波の放置信号を同期する。 国際協定に基づき1960年頃から試験的に運用され、1961年1月1日に制度を開始し、1964年1月1日から正式に採用されて1971年末まで使用れた。1950年代にセシウム原子時計が実用化され、標準電波の周波数は原子周波数標準器を基準とし、 時刻は地球の時点に基づく u t に世界時を基準とする法時信号が発射されていたが各国の法時機関それぞれ独立に発射して相互に無関係だった人工衛星の国際観測が交流し世界のデータを制約するため国際的な統一方法で UT2 の時刻利用が強く望まれ1959年に アメリカ合衆国とイギリスを中心に、標準電波の周波数や法事信号の同期を合議して、法事信号はプラスマイナス1ミズ、標準周波数はプラスマイナス110を目標に、同期を測った。1960年国際電波科学連合第13回、総会や1961年国際天文学連合第11回総会で、 法事信号の国際動機に関する問題が討議され、具体化され、セシウム原子振動標準の周波数が公認される。転速工法や測地、人工衛星観測などは地球の時点に基づく世界時を要するが、物理学などは時間単位だけが必要で世界時は不適当であることから、標準電波の周波数は原始時に基づき、時刻は 世界時に基づくものになり、購入されたセシウム原子の振動数をとすると、周波数や秒間隔は、フォーミュラ1で決定しは1年間固定する。ワオフセット値で1960年はだった。本方式は、標準時計のほどが1年間固定され、地球時点の角速度は不規則に変動し、放置される時刻は、世界時に差が生じるため世界時との差はつき始めに、単位で、 ステップ調整した。周波数オフセットは国際天文学連合が毎年決定することが採択された。本法時方式は1960年頃からアメリカとイギリスが試験的に開始し、日本、フランス、スイス、カナダなど数カ国が国際無線通信諮問委員会や国際天文学連合による正式な採択を待たず順実施した。日本は 郵政省電波研究所のジャジーで1961年9月から実施している。1963年国際無線通信諮問委員会第10回総会の議決後、1964年国際天文学連合第12回総会で工事は世界維持に禁じする要1年間一定の周波数オフセット 50N10N は整数とし 世界時と0.1秒以上の差を生じたときは、月の1日0時 UT に0.1秒のステップ調整を実施し、オフセット及び秒信号の修正の量と時期は、国際法事局が関係点問題と協議の上で定めして、法事信号を国際的に同期する、急協定世界時方式が、多くの国は韓国実施に設備と研究を要するため、議論の末に勧告された。 原子周波数標準器を保有しない国々は、協定世界時の保持が不可能で、西ドイツは独特の形式での保持を継続し、ソビエト連邦は、ステップ調整を0.05秒の幅で実施するなど、旧協定世界時の保持方式は、国際的同一補償ではなかったが、1967年、国際天文学連合第13回総会で、方式変更要求の意見が見られるも、 利用者がようやく習熟しつつあり、ソビエト代表が0.1秒のステップ調整ならば、同調可能と言明し、継続が決まる。1967年から1968年の第13回国際度量構想会で、セシウム原子周波数標準に基づく、現在の SI 秒の定義が採択され、物理学や計測の関係者を中心に、 急協定世界時の周波数オフセット廃止意見が、化する。急協定世界時は、運用が煩雑で1秒の刻みも一様でないなどの、不都合から、1970年、国際天文学連合第14回総会で、急協定世界時の大幅な改善策が決議されて、周波数オフセットの廃止、ウルー秒の導入、協定世界時と、 国際原子時との差を整数秒とすること、少なくとも零点一秒精度で UT1 世界時を求めることができる情報として、ダット1、アトックと UT1 の差を標準電波の放置信号に含めることなどが勧告される。1971年、国際無線通信諮問委員会中間会議で、細部の具体策を含め現行の協定世界時が決定され、 タイヤ特区を整数にする特別調整を含めて九百七十二年一月一日、零時零分零秒は特区、百七十二年一月一日、零時零分十から実施された。ウルー秒調整日は一月一日、または七月一日で、協定世界時は、u t 一世界時と差が零点七秒を超えるように、国際法事局で調整、管理され、以後世界時、歴表示、 国際原子時が協定世界時を仲介して結ばれる。旧協定世界時のステップ調整は UT2 基準だがウルービオ調整は UT1 基準である。これは UT1 が地球の時点角度そのものを示し UT2 は平滑化したもので測地や転速工法には UT1 の方がより直接的に利できるからである。 国際無線通信諮問委員会が決議した標準電波の時刻の基準は旧協定世界時までは UT2 が基準だが現行協定世界時採択時にア t ッ c 基準へ変更された。1973年国際天文学連合第15回総会で協定世界時の管理規則改定が決議され u t 1ア t ッ c の許容差をプラスマイナス0.7。 病以内からプラスマイナス0.950秒へ、ダット1の最大値を0.9秒にとどめるために、拡大するウルー病の実施時期を追加することが勧告される。1974年3月、国際無線通信諮問委員会会議で、協定世界時の運用規則、CCIR 韓国460、現 ITUR 韓国 TAF460 が改定され、 アトック UT1 の絶対値の許容限界を0.9秒以内に広げること、時刻調整のウルービを実施予定日を、従来の協定世界時6月末及び12月末を第1優先、3月末と9月末を第2優先として加えること、が1975年1月1日から実施された。1973年国際天文学連合第15回総会において、 第四委員会、小読みと第三十一委員会、自の共同決議第一号、九百七十三年八月、採択二十五で s i b に基づく、単一の世界的に強調された時計の時間が望まれること、協定世界時から s i b に基づく、国際原指示を得ることが一般的に可能であること、及びアトック標準電波が、広報や測量で必要とされる制度の、 平均対応時を直接的に提供することを考慮し、すべての国の標準時の通報のための基礎として、アトックを採用することが勧告された。1975年第15回、国際度量構想会では、協定世界時と称される時計が極めて広く使用され、多くの場合法時発信局によって放送され、放送が利用者に対して同時に標準周波数、 国際原始時及び近似的な一つの世界時、または平均対応時としても良いを提供していることを考慮し、この協定世界時が多くの国で法定常用時の基礎となっていることを確認し、この使用が十分に推奨に値するものであると評価することが決議された。1985年国際天文学連合第19回総会において、それまで 協定世界時を管理してきた国際法事局を廃止して国際地球回転観測事業イヤーズ現国際地球回転基準系事業を1988年1月から発足させることになる。そして国際法事局が管理していた国際原始時を国際度量公局に関すること認め新組織の国際地球回転観測事業の中央局が 世界各地の観測地をもとに、デルタ UT1 や極運動を決め、ウルービオの決定も行うことになった。1988年からは、国際法事局が行っていた、国際原子時や協定世界時などの原子時計や標準周波数に関する業務は、国際土量公局が責任を持つことになり、国際土量公局が、世界各国の関係機関が管理する、 原子時計のデータから国際原子時や協定世界時を決定し維持管理するようになる。5おさむき